なぜならば、彼女のそばにはいつだって神様がいたからです。ボロボロの服の中、彼女の胸には母親が作ってくれた針金で作った十字架が彼女を守っていました。だから彼女は少しずつでも歩くことができました。灰色の空の下、少女は小さな足で一歩ずつ石畳を進んでいきます。すると道に倒れている一人の男が少女に声をかけます。五章です。何か食べ物を与えてください。お腹がペコペコで死にそうなのです。少女は何のためらいもなく手に持っていたパンを差し出します。おじさんにも神様のご加護がありますように。彼女はたった一切れのパンを失ってしまいました。小さな足で彼女はまた歩き始めます。冷たい灰色の空の下を南へ向かって。すると少しも歩かないうちに小さな男の子と会いました。病気で寒くて死にそうなんです。何か着るものをください。男の子は言いました。少女は微笑みながら男の子に言います。神様が共にありますように。そして男の子の頭に自分の帽子をかぶせてあげました。さらに先へ進むとまた別の小さな男の子が現れました。貧しくて服を買えない男の子です。神様の心が私たちにもありますように。彼女は上着を男の子に与えました。するとそれを見ていた女の子が言いました。私にもスカートをちょうだい。だってみんなにもあげたでしょ。小さな少女は言います。はい、あなたにも神様の温かいぬくもりがありますように。やっとのことで小さな少女は町の壁にたどり着きましたが、もうあたりは真っ暗で町の外に出るための門は閉まっています。小さな少女は仕方がないのでそこで一晩過ごすことにしました。すると今度は服すら着ることができないような女の子が現れました。女の子は無言で震えながらただ少女を見つめていました。暗闇の中、誰も来ないような町外れの門。彼女はとうとう最後に身につけていた下着までその子にあげてしまいました。彼女にはもう胸に残った針金でできた十字架しかありませんでした。彼女は十字架を抱いて眠りました。ありません。原点が紛失してしまっているようですね。
っきは南の国だったじゃないですか。何ですか？よくわからない話ですね。ありがとうございます。だって小さな少女を幸せにしてくださったじゃないですか。はい、おじさまの星の銀貨は世界のどんなものよりも素晴らしいものですよ。面白いお話ありがとうございます。お疲れ様です。ここは風の通り道だから気持ちいいのよ。ほら、風が来た。そうなんだよね。高いところが心地よくって。
そっと言った。だな。まあ人に会ったら旦那の趣味だっていうし、ヒヒヒヒヒヒ、ここまで来たら一蓮托生、私だけの恥では済みませんぞ。
霧島でちゅ。仕事はすべて終わりましたので、そちらに出来上がった書類を今から持っていきたいのでちゅが、今からよろしいでちゅか。それでは。失礼しまちゅ。はい、これでちゅ。あとで困るのは所長でちゅし。じゃあ私はこれで上がるでちゅ。失礼しまちゅでちゅ。ここだよ。何って寝るんだけど。寝床に行くための通路だよ。ここからじゃないと行けないところなのよ。それは秘密です。所長、どうちまちた？何を言っているのでちゅか？寝ぼけてるのでちゅか？明日も早いのでちゅから、さっさと寝てくだちゃい。寝言は寝てから言ってくだちゃい。ではおやすみなちゃいまちゅ。